佐藤君。だからうまくいってないんですよ。官房長官全然認識してないです。やっぱ組織にいたことがない人間のやっぱ発言ですよ。誰が見たって、これそれぞれのこと一生懸命やってる。大事なことはこの横の連携なんですよ。例えば福島の避難所、あなたは地震津波ですか？あなたは原発は聞けますか？聞けないですよ、そんなこと。だからこの横の調整をやらないといけない。普通、官房機能は役職から離れてぐる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 動くんですよ、普通は。そこは分かっていない。しかもですね、いいですか？この場所、緊急災害対策本部は官邸の危機管理センターと合同庁舎の5階に分かれてるんですよ。そして生活者支援チームとか、防災ボランティアは今度は内閣、また別な建物ですよ。で、今度原子力災害対策本部と、これは経済産業省の建物じゃないですか。ホワイン。みんなバラバラなんです。官邸の中にまともな地図がないじゃないですか。そこに総理とか官房長が座ったら、パンパンパン全部出てくるような感じになってないじゃないですか。全部バラバラなんですよ。集約してないんですよ、今。だからおかしい。書類がバンバン積む、あんだけ積んでるだけじゃないですか。そこに行ったら、それぞれね、一箇所に全部ある。福島県も宮城県も岩手県も大きなのホールに全部集まってやってますよ。やってないのは中央だけなんです。調整機能もいかない。だからいろんな面で、そこが出てくるんですよ。いいですか？じゃあ、うまくいってると言いますけど、うまくいってない例を言いますよ。いいですか？ 3 月15日、3月16日、福島市やいわき市で、雑草から放射性物質が検出されました。放射性要素、120万、あるいは130万ベクレル。セシウムで17万ベクレルですよ。それを政府の現地対策室とか、文科省は知っていたんですよ。それを発表したのが80日後の6月の3日とか6月7日ですよ。暫定基準値。要素は2000でしょ？セシウム500でしょ？それが120万とか、あるいは17万ですよ。隠しても知ってて、発表してないんですよ。雑草でそんだけ高いものが出たら、ね、農林水産におられますけど、周りの野地野菜言ってますよ。そこで農作業してる方もおられる。土ぼこりも吸ってますよ。一言言えばいいのに。それは、文科省や政府の現地対策本部、あるいは東京の現地対策本部は知ってたそうですよ。実際に、現地の政府対策本部の副大臣にも聞いたら、それはちゃんと中央に上げてる。だけど、それが厚生労働省や農林水産省に伝わってなかったんですよ。結果として取水制限とか、摂取制限とか、出荷制限をかけれなかった。じゃあその5日間、摂取制限かけるの5日間、出荷制限が5日間、みんなそれ食べてたんですよ。これは東京電力の責任じゃないですよ。出荷制限や、あるいは摂取制限、これは政府がかけてるんですから。全然うまくいってないんですよ、連携が。だから言ってるんです。一箇所に集めて、やっぱやんないと、そしてこれから復興本部ができるんですよ。また三つのラインができる。官房長官、やっぱここは調整役がいないと、調整機能が。絶対うまくいかないと思いますよ。文科大臣、なんで、この発表がですね、3月16日に文科省が分かっていたデータを、ね、6月の7日、約8日経ってから発表したんでしょうか。高木文部科学大臣。佐藤委員にお答えをいたします。文部科学省においてもですね、当初が環境モニタリングを取りまとめに行うことになった3月16日以降に関して公表漏れがないか改めて確認をしたところでございます。未公表データがあることが判明いたしまして、委員ご指摘のとおり、6月7日にそのデータを公表いたしました。政府部内におきましてはですね、発災直後、役割分担の変更もございました。3月16日以降、文部科学省が環境モニタリングの取りまとめをするという、原子力災害対策本部の役割分担が移行いたしましたので、その当初の体制の不十分、
不注意によりデータが公表漏れが発生したと思われております。いずれにしてもこのような公表漏れがあったことについては誠に遺憾でございまして、以後このようなことがないようにですね、徹底的な情報公開をしてまいりたいと思っております。佐藤君。これは岡崎委員も実は福島市の出身で、金子委員もそうですけども、この5日間ものすごくみんな心配してるんです。5日間出荷制限が農林水産省をかけるまでの間、実際に3月20日の頃はやばいと思って測ったら、この服から66マイクロシーベルト出た人もいるんです。あなたたちが言わなかったから。これはもしかしたら国家賠償の範疇になる可能性だったんですよ。これは東京電力の話じゃありませんから。知らなくて話しなくて、知ってて公表しなかったんですから。すごく怒ってますよ。それは農業の方もそうですよ。今農業の福島で起こっているのはやっぱ畜産関係、例えば警戒区域、これを設定したのが4月22日ですよ。それから20日経ってから今度は家畜の警戒区域の殺処分を決めたんです。それまで警戒区域が設定されるまで70歳80歳おばあちゃんおじいちゃん一生懸命4時に起きてずっとなんか自分の家に帰って餌あげていたんですよ。ところが4月20日以降はもう警戒区域入れなくなった、餌をあげれなくなったんですよ。でどんどん弱っていきます。餓死したのもいます。そしたら5月12日に一方的に今度は持ち主の同意を得て殺処分という指示が来ます。それからまだ2週間経ってから今度は保証の問題、順番は逆でしょ。生き物ですよ。まず最初にその生き物を家畜をどうするんだ、外に逃がすのか殺処分するのか話し合って保証をどうするんだ、そういう決めてから入るなでしょ。横の連携がめちゃくちゃ悪いんですよ。これは農林水産大臣もいっぱい多分苦情が来てると思いますよ。やっぱ順番誰が考えてもおかしいと思いますよ。いかがでしょう。加納農林水産大臣。基本的に農業者の苦しみ、今の実情というものを私どもはできるだけ現地に派遣をして、そしてしっかりとその現状を捉まえて、そして一つ一つ具体的な形でご返事をしながら対処していくと、このことが一番大事なことだと、こういうふうなことで取り組みさせていただいているところでございます。佐藤君。だから今本当に農林水産大臣忸怩たる思いだと思いますよ。はっきり言えないから。でもかなり今言っていただきましたけれども、警戒区域設定一つとってもやっぱその前にやることがいっぱいあるんですよ。横の連携ができてない、本当に苦情いっぱい来てますよ。金子委員なんか本当に大変だと思います。森委員も岩木委員もみんな来てますよ。たまらないぐらい警戒区域、特に桂尾村とかあの辺りは本当に酪農畜産肥育もう一生懸命な土地ですから、本当に横の連携みんな怒ってますよ。これについてはなんで順番が違うんだ。で今度さらに現地対策本部が今度できるんですよね、この法が通ったら。そしたらこの松本大臣、この緊急災害対策本部の現地対策本部と復興対策本部の現地対策本部、この関係どうなるんでしょうか。松本防災担当大臣。今被災者生活支援支援チームは一生懸命この3ヶ月頑張ってくれました。復興対策本部ができれば徐々にそちらの方に移行することになろうかと思いますけれども、その縮小の仕方はやっぱりこの対策本部がどういう形になるかということを見ながらになると思います。佐藤君。非常にここがしっかりしないとみんな迷っちゃうんですよ。誰の話を聞いていいか分かんない。今現地対策本部はほとんど情報を霞ヶ関の方に上げるだけですよ。現地の方でまともに機能していない。本来であれば、まさに本当の復興、対策本部の現地対策本部は、やっぱ形上は中央の指揮下であっても、それの県知事の統制下において、それを支援するという形にしないと絶対無理ですよ。みんなわかってる。そのあたりどうするんだ。ただ今福島だと現地対策本部2つあるんですよ。しかも、歩いて5分ぐらい。分かれてるんです。一緒にやればいいのに。さっきの被災者からしたら地震津波と原発一緒ですよ。わざと分けてる。でこの原因はやっぱ現地対策本部がオフサイセンターから来てるっていうところにあるんです。海田大臣、
これね、提言申し上げますけども、この福島にある現地対策本部、これ二つに分けないとダメです。この任務というのは、原子炉の安全化の話のと、被災者支援二つなんですよ。原子炉の安全化の話であれば、これは福島ではなくて、本当自衛ビリッジにあった方がいいかもしれません。被災者支援であれば、これは県庁なければ調整ができませんから。分ければいいんですよ。私も言って非常に違和感があって、被災者支援はまさに松本大臣の霊下のところと一緒にやった方が絶対に決まってるんです。境目なんかありませんから、被災者に。そうやらないといけない、思いますよ。しかも、この組織で悪いのは、統合対策室の下に、東電があって、これ、JB1、第1、第2、みんな並列でしょ？並列なんですよ。J ビリッジに海田大臣も行かれてと思いますけども、J ビリッジの任務というのは、第一、第二の、そこのマネジメントはしてないんですよ。内災台町にある本店から、命ぜられた人を受け入れて、そこで服とか、あるいは食事を与えて送り出す。出てきたら、そこで除染をする。それだけなんですよ。誰が来るかもわからない。こういう状況なんです。だから、やっぱ普通に考えて、やっぱここはもう少し体制をとって、私は JB1 をもっと強化をして、そこで現地に近いような、食事とか医療体制とか、そういうマネジメントを、内災害庁 ではなくて、内災害庁からそこを分派し、福島県庁からそれをまた戻して、そこを JB1 を一つの核として、そこでやらせないと、すごく意思疎通がありますよ。いかがでしょうか。海江田経済産業大臣。佐藤委員、貴重なご意見をありがとうございます。今、東京電力の本店で、各種オペレーターをやっておりますけれども、委員ご指摘のように J ビリッジの機能を強化をしようということで、まあ、J ビリッジは、佐藤委員のご出身の自衛隊の用語で言えば、まさに兵站基地としての役割を果たしていたわけでございますが、兵站からある程度頭脳も持った、機能にしなければいけないということで、これ、今もちろん東京電力は、本店の中に、この、指揮のオペレーションのルームはそのまま残して、そこに重要な人たちはいますけれども、J ビレッジの方に移そうという考え方はございます。それから私どもの現地の対策本部でございますが、やはり、その機能がおっしゃったように、この被災者の生活者支援、これは従来通りあそこでやらせていただきます。それで今暫定的にでございますけれども、保安員の人たちは第一発電所、これに確か3名でございました。第二発電所がございますから、ここに12名いまして、この人たちがまさにその原子炉の各種の安全確認というものに努めている次第でございます。ただ、委員が全体的におっしゃったお話というのは、機能をしっかり分けて、それに基づいた組織も作らなければいけないということはおっしゃる通りだろうと思っております。佐藤君。